司令、小惑星帯に入りました。言われるままに紋章機についてきたが、こんなところに何があるっていうんだ。レーダーに大型艦らしき反応あり、映像を出します。これはアステロイドに隠れてこんな船が。データの照合ができました。近衛軍の衛星防衛艦隊機関エルシオールです。エルシオールといえば近衛軍の象徴的存在じゃないか。皇族の儀式や祭典の時にしか出てこない船だぞ。エルシオールから未確認機が2機こちらに接近してきます。なんだろう、詳しく確認できるか。はい、やってみます。未確認機カメラに捉えました。モニターに映します。これが一方の機体です。色や細かいところは違うが、紋章機に似てるな。それからもう一方の機体です。当たり。あれも紋章機、エンジェル隊の仲間だよ。青い方が3番機のトリックマスター、緑色のが5番機のハーベスターよ。これで5人全員揃ったわね。みんな、マイヤーズ司令を連れて帰ったよ。通信が入りました。接近中の機体からです。エルシオールにようこそ。歓迎いたしますわ、マイヤーズ司令。私はトリックマスターのパイロット、ミント・ブラマンシュと申します。どうぞお見知りおきを。はい、何でしょう。残念だけど違うよ。それを答えてくれる人物はエルシオールの中にいる。いいえ、お気になさらずに。つつかものではございますが、これからよろしくお導きくださいませ、マイヤーズ氏です。フォルテさん、もしかして何の説明もなしにお連れしたんですの。時間が惜しかったのね。まあ、どちらも大胆でいらっしゃいますこと。お話し中、失礼します。エルシオールへご案内します。連絡艇を派遣しますので搭乗してください。バニラアッシュ、5番機ハーベスターのパイロットです。よろしくお願いします。何か。こんな子供が隊員なのか。本当に役に立つのかね。聞こえてるわよ。言っておくけど、あんたたちよりはバニラの方がよっぽど頼りになるんだから。他にも同行される方はいらっしゃいますか。俺も行くのかよ。そんなものがなぜこの辺境にあるのか疑問に思わないのか。
着いたぞ。ここがエルシオールの中か。マイヤーズ司令、長旅お疲れ様でした。長旅って半日もかかってないじゃないの。ようこそエルシオール。それではお待ちかねの人物をご紹介しますわ。お前さんの疑問に全て答えてくれる人物、お前さんをここまで呼んだ人物、そしてお前さんのよく知ってる人物だよ。よう、ただいまご紹介に預かった謎の人物じゃ。バカ者、何を士官学校の生徒気分でおるんじゃ。わしの今の地位は何か答えてみ。おお、その通りじゃ。知っていたとは正直驚いたぞ。おっと、カンニングはいかんな、カンニングは。しかし、お前らしいの。そういう抜け目のないところは変わっておらんようじゃな。褒められたと思っておるのか。本当に変わっておらんの。しかし安心したわ。やはりわしが見込んだ通りの男に育っておる。さて、立ち話はこれぐらいにしてわしの部屋に移ろうかの。エンジェル隊の諸君、ご苦労じゃったな。ゆっくり体を休めてくれ。タクト、レスター、ついてこい。まあ、楽にしてくれ。さてと、どこから話そうかの。その様子だと、エンジェル隊は全く事情を説明しておらんようじゃな。困ったもんじゃ。そうか、第二方面軍も壊滅か。フリオムまで来ればなんとかなるかとも思ったが、やはりダメか。最初の予定通りローム整形まで行くしかない。できておらんよ。そうであればまだマシだ。トランスバール本勢はすでにクーデター勢力の手に落ちた。あっという間じゃったよ。正体不明の艦隊の接近を最初に発見したのは第一方面軍の駐留艦隊だった。情報の裏付けをしている間に本勢の防衛ラインが突破され、軌道上からの攻撃で首都は壊滅に追い込まれたのだよ。砲球は真っ先に破壊された。中におられたジェラール兵士や皇族の方々がその時に、エオニアがクーデターを起こした動機は自分を追放した一族への遺恨晴らし、支援というわけですか。そ
少なくともわしにはそう見える。首都を制圧した後、エオニアは声明を発表した。簡単に言うと、行為を継承するらしい。あからさまな行為の簒奪じゃな。エオニアの背後には広告軍をも寄せ付けぬ武力がある。どこでそれを得たのかはわからない。ともかくその圧倒的な力を前にしては、本世の人々もおとなしくエオニアに従うしかなかったじゃろう。アルカ頭上から攻撃されるかもしれないと思えば、それもやむを得ないでしょうね。エオニア軍という存在が王国に戦争を挑んだと言っても過言ではなかろう。お前たちが遭遇したように、エオニアは王国全体に着々と勢力を広げようとしておる。わしらもここへ逃げ延びてくるまでに幾度となくエオニア軍との戦いを繰り広げてきたのだ。それはわしが月の聖母シャトヤーン様よりある使命を託されたからだ。実はそれこそが重要な問題でな。エオニアは本世のみならず、白き月をも武力で制圧しようとしたのじゃ。とりあえずはご無事じゃろう。わしらが脱出する際、シャトヤーン様は白き月全体にシールドを貼られたからな。エオニア軍にも手出しできまい。それなら安心しました。シャトヤン様のこともそうですが、エオニア軍に白き月のロストテクノロジーが渡ったら、それこそ始末は悪い。エオニアが高級を焼き払った直後、シャトヤン様はわしを召して言われた。エルシオールと紋章機、二種のロストテクノロジーを貸し与えるゆえ、何としても務めを果たせと。白き月には一人の皇族がおられたのだ。本世での事件によって今や唯一の生き残りとなったお方だな。そのお方を安全な場所までお連れ申し上げる。それがわしに託された使命じゃ。シバ王子という名前を覚えておるかの？ジェラール陛下の子供の一人だ。エオニアとはいとこに。それぐらい覚えとけ。シバ王子は確か10歳になられたはずだ。もっともあまり話題に上ったことがないから覚えていないのも無理はないが、しかしルフト准将、そのシバ王子が白き月にいらしたとは知りませんでした。わしも今回の件で初めて知ったよ。シバ王子はジェラール陛下が庶民の女性との間に設けられたお子でな。こんな言い方はなんじゃが、皇族の中ではあまり重きを置かれていなかったようじゃ。そういえば母親の素性すら公表されていないんですよね。公式行事でもほとんど見かけた記憶がない。密かに進化に下されて
誰かの養子にでもなったかと思っておったが、白き月で養育されておったとは知らなんだ。しかし今や皇位継承権を持つのは千葉王子ただお一人じゃ。何としてもお守りせねばなら。タクト、レスター、ちょっとこれを見てくれんか。これはトランスバール公国領内の星系図じゃ。この図の上部中央にある印が本性のあるトランスバール星系、その右下の印が我々のいるクリオム星系で、そしてこれから先は左下にある印のところローム星系を目指すつもりでおる。エオニアに反抗する勢力がローム星系に集まりつつあるという情報をつかんだのだ。あの辺りならまだエオニア軍の手は及んでいまい、多くの戦力が残っているはずじゃ。なるほど、そこへ合流して反撃態勢を整えようというわけですか。そういうことじゃ。ロームならば芝王子を安全にお守りできる。ああ、そうそう、近いうちにお前たちも芝王子にお目通りが許されるじゃろう。王子はこの騒ぎで少し気が立っておられるゆえ、ご挨拶する際は失礼のないようにな。そりゃお前、これから王子を守ってエンジェル隊を率いるのじゃ。ご尊顔を拝んでおいて当然じゃろう。タクト、お前がエンジェル隊を率いて芝王子をお守りするのじゃ。どうじゃ、やってくれるか、タクト。頼みを引き受けてはおらんよ。わしでは責任が持てぬものでな。艦隊を率いて大規模な戦線を戦い抜くというのならいくらでもやってみせるが、エンジェル隊の指揮を取るのはどうもダメじゃ。好き放題に飛び回る5機の紋章機を使いこなす自信がない。だからシャトヤーン様にはこうお約束した。自分よりもこの任務に適したものが見つかるまで王子とエンジェル隊をお預かりしますと。そして真っ先に頭に浮かんだのがお前の名前で、ついにこうして巡り会えたというわけじゃ。引き受けてくれるか。よくぞ言った。それでは早速。ロックを解除しただけでドアが開きおった。皆さん、お怪我はありませんか？なんとか。いや、みんなでドアに寄りかかったのは失敗だったね。ああ、紹介しよう。彼女たちがムーンエンジェル隊じゃ。ミルフィーユ桜葉です。よろしくお願いします。
ラウフ・フランボワーズ、よろしく。改めてご挨拶申し上げますわ。ミント・ブラマンシュと申します。私はフォルテ・シュトーレン、エンジェル隊のリーダーだよ。バニラ・アッシュです。今日から彼女たちがお前の部下というわけじゃ。さっきのやりとり聞いててスカッとしたよ。その心意気がありゃ安心できそうだね。まあ決断の早さは一応褒めてあげるわ。よろしくお願いします。いかん、ここも敵に見つかったか。倒しても倒しても次々に新手が現れる。これがエオニア軍の不気味なところじゃよ。そういえばさっき撃退した艦隊は無人だった。どこかで大量生産でもしてるのか。さてな、ともかくエンジェル隊は出撃に備えて格納庫へ行け。タクトとレスター、お前たちはこっちじゃ。エルシオールのブリッジへ案内する。ここがエルシオールのブリッジじゃ。ルフト司令、このアステロイド帯に向かって敵が接近中です。それと敵艦から通信が入っています。通信？珍しいの。今までは無人艦ばかりじゃったというのに。あ、それから本日ただいまより司令官はこのタクト・マイヤーズじゃ。え、そうなんですか。詳しい話は後じゃ。二人ともタクトに挨拶を。アルモです。よろしくお願いします。レーダー担当のココと申します。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。了解しました。こちらは聖刀トランスバール公国軍。我が輩はレゾン・メア・ゾン少佐である。旧体制に尻尾を振る犬どもに次ぐ、直ちに我々に投降し、エルシオールと紋章旗を引き渡せ。そうすれば命だけは助けてやろう。我々は寛大なの。許すぞ、我々は寛大だからな。挑発してどうする。本当に変わっとらんのう、タクトよ。我々に怯えるあまり部屋口を叩いて空元気を装おうとしておるな、哀れな久保国の飼い犬め。
だがその手には乗らんぞ。報復するのかしないのか、どっちなんだ。いいだろう。おとなしく投降すれば我が輩のようにエオニア様に取り立ててもらえたかもしれないもの。だがお前たちは自らその望みを絶った。己の愚かさを悔やむがいい。紋章機といえども多勢に無勢、たった五分何ができる。その船ともども宇宙の塵にしてくれるわ。通信切れました。マイヤーズ司令ってすごいですね。いろんな意味で。うん、まあな。おめでたいやつだな、まったく。それにしてもさっきの話からすると、あの敵はエオニアに寝返った軍人のようだな。お前が言っても説得力に欠けるな。そう言うと思ったよ。ご指名を受けたのはお前だけだが、ま、引き受けておこう。どっちみち俺以外にお前の補佐が務まるやつはいないんだ。付き合ってやるさ。格納庫のエンジェル隊から通信です。お待たせしました。エンジェル隊出撃準備完了です。たった5機で何ができるか、あのおっさんに目にもの見せてやるわ。最善を尽くします。何心配することはないよ司令官殿。多少野暮な指揮をしても私らの腕でカバーしてあげるさ。マイヤーズ司令官の指揮で全員が出撃するのはこれが初めてですわね。よろしければ各機の特徴を簡単にご説明いたしますが、どうなさいます？承知いたしましたわ。そちらのモニターを使ってご説明しますわね。まずは1番機ラッキースター、ミルフィさんの機体ですわね。ラッキースターは5機の中で一番バランスの取れた機体です。どんな状況でも臨機応変に戦えますわ。私頑張りますね。どんどん命令してください。マイヤーズ司令。続いて2番機カンフーファイターですわ。カンフーファイターの特徴は何といってもそのスピードと機動性よ。誰よりも早く敵に食らいついてみせるわ。ただしスピード重視の調整をしているために走行の薄さが弱点でもありますわ。あまり深追いさせるのは禁物ですわよ。次は3番機私のトリックマスターですわ。ランファさんのカンフーファイターと対照的に遠距離攻撃を得意としております。遠隔操作可能な射出砲でフライヤーを使って離れたところから敵を狙い撃ちできますの。次は4番機ハッピートリガー、フォルテさんの機体ですわ。
4番機の売りは厚い装甲と大火力だ。5機の中では足が遅い方だけど、一度敵を射程に捉えたら一気に沈めてやるさ。最後はバニラさんの機体ハーベスター。攻撃力はやや低いのですが、それを補ってあまりある能力を持っていますわ。5番機には紋章機のダメージを修理できる機能がありますわ。修理を行うにはまず5番機を選択して修理の命令を出してください。続いてどの機体を修理するかを指示します。これで私は指示された機体に向かって移動し、追いついた時点で修理を行います。ただし自分自身には使用できません。ハーベスターを修理していただく場合にはエルシオールに戻る必要があります。エルシオールはハーベスターと同様に紋章機を修理できますわ。同時にエネルギーの補給も行います。ダメージを受けすぎたりエネルギーが減ったりした機体があれば、その機体を選択して補給を指示してください。そうしますと私たちはそれまでの行動を中止しエルシオールへ戻りますわ。被害が多くなってきたら5番機で修理、エネルギーも回復させたいときにはそれぞれの機体を選んで補給。大事なことですからぜひ覚えておいてくださいませ。これで基本的なところはご説明しましたが、もう一度お聞きになりますか？はい、マイヤーズ司令、メインモニターに出します。これが現在の状況か。ところでこのエルシオールは動けるのか？残念ながらまだ修理中です。移動はできませんから、なるべく敵を近づけないようにお願いします。この船には芝王子も乗っておられる。エルシオールが沈むことは広告の未来が沈むのと同じじゃぞ。俺たちの乗っているエルシオールはここだ。攻撃対象は駆逐艦に巡洋艦、それに戦艦が一隻か。こいつが機関だな。対するこちら側はエンジェル隊の紋章機とクリオム星系駐留艦隊だ。エルシオールを戦力に数えたとしてもこの大軍を相手にするのは分が悪いな。もう一度作戦内容を確認するか。了解。
行くぞ反逆者ども。聖刀トランスバール広告軍の力を思い知るがいい。勇ましいですこと。逆に紋章機の力を思い知らされることになるかもしれませんけど、それは戦いの結果によって明白になるでしょう。もちろん俺たちが勝つさ。行くぞエンジェル隊のみんな。はい、お任せください。了解です。今すぐ行きます。カンフーファイター、了解。了解しました。了解しましたわ。これより行動を開始します。ハッピートリガー了解。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。そんな攻撃当たらないよ。次は外さないよ。起動しましたわ。移動してくれへんからですよ。よかったですわ。今のは効いたようだね。火力なら負けないよ。ラッキースター、攻撃を回避しました。かまされたか。こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。ハッピートリガー了解。見えた。攻撃に移るわ。あ、うまく当たったわ。果たしてすごい。はーい、ミルフィーユ行きます。ちー、外れちゃった。嘘、避けた。攻撃を回避しましょう。問題ありません。了解。ハーベスター了解。
目標確認。5番機攻撃を開始します。了解です。今すぐ行きます。そんな攻撃当たらないもん。ハーベスター目標からの攻撃をかわしました。今の攻撃は計算以上の効果を上げられました。そんな攻撃当たるもんですか。かなりの被害を与えられましたわ。目標沈黙。私の敵じゃないね。了解です。今すぐ行きます。はい、わかりました。はいよ、了解。目標の中枢部に命中。ハーベスター目標からの攻撃をかわしました。ハーベスター了解。カンフーファイター了解。攻撃を回避しました。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。目標の中枢部に一撃を破壊しました。了解。トリックマスター了解ですか。カンフーファイター了解。はいよ、了解。ハーベスター了解。了解。攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。目標を確認。移動を開始します。ハーベスター了解。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんわね。とくとご覧ください。フライヤーダンス。今の攻撃をかわしたなとは。目標を破壊いたしました。我々の機動力がある。トリックマスター攻撃を回避いたしましたか。はい、わかりましたか。おのれ、回避されたか。もっと撃ちまくれ。ああ、分かったよ。我が輩の攻撃を避けるな、卑怯者めが。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。攻撃を回避。今の攻撃をかわしたなと。これほどの機動力があるとは。我が輩の攻撃を避けるな、卑怯者めが。こちらサーブファイター敵を撃墜したわ。ラッキースター了解。了解しました。カンフーファイター了解。ああ、分かったよ。2番機攻撃を始めるわ。敵の攻撃を回避したわ。回避成功。敵の攻撃を回避したわ。おのれ、回避されたか。もっと撃ちまくれ。了解です。今すぐ行きます。今の攻撃は効いたようだな。次でとどめを刺してやる。あ、もうエネルギーが半分。しっかり忘れてた。はいよ、了解。
おお、また被弾したか。だが勝負はこれからだ。ドリティアウェイ、回避されたか。ヘラだ。が、このままでは交代だ。交代しろ。攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。敵艦隊すべて撃破しました。やりましたね、マイヤーズ司令。私たちの勝ちですよ。ありがとう、エルシオールでの初陣を飾れたな。紋章機の力を傘に力ずくで我々を押し潰すとは、なんと卑劣な。何よそれ、最初にたった5機で何ができるって言ったのはそっちじゃない。第一、力ずくで押し潰さない戦闘ってな、どんなのだい。よかろう、明日のために今日の屈辱を耐え忍ぼう。それはやっぱりじゃんけんとかくじ引きとか。我々はお前たちには思いもつかない速さで日々進歩している。明日の我々は今日の我々ではない。ミルフィーさん、それでは戦闘ではなく単なる勝敗の決め方になってしまいますわ。おい、誰か聞いてるか。聞いてるわけないでしょ。聞いてないのにどうして返事をするんだ。あんな、返事してほしくなかったのかい。だったら最初から聞くんじゃないよ。おかしな男だね。満天の星空なんて大嫌いだ。敵が退却していきます。あの敵にちょっとだけ同情してもいいじゃろうか。見事なまでに叩き潰されましたからね、物理的にも精神的にも。報告によるとエルシオールの修理が終わるにはまだ時間がかかるようだ。機関部にもダメージを受けているらしい。ここまで逃げてくる間にも何度か攻撃を受けたからの。しかしここに留まっているのも危険じゃな。ですがさっきの戦闘で被害を受けなかったので修理も意外と早く終わるかもしれません。ありがとうございました、マイヤーズ司令。ともかく修理が必要なことに変わりはない。なるべく速やかに応急処置をして、こことは別のアステロイド帯に避難しよう。エンジェル隊帰還しました。お役に立てて光栄です。上出来だよ、マイヤーズ司令。お前さん、もう戦い方に慣れてきたようだね。私は全然疲れてないわよ。むしろスカッとしたわ。なかなかやるじゃない、マイヤーズ司令。マイヤーズ司令官を信じて正解でした。期待した通りの方でしたわ。マイヤーズ司令の指揮のおかげで、自分でも驚くくらいうまく戦えました。ありがとうございます、マイヤーズ司令。
はい、何ですか？はい、もちろんです、タクトさん。それから、私のことはミルフィーでいいです。おや、名前で呼び合うのはミルフィーとだけかい？焼けるね。そんじゃ、私もそうさせてもらおうか。私のこともフォルテでいいよ。タクトさんでよろしいかしら。司令官を名前で呼ぶなんてなんだか照れますわね。私のことはミントとお呼びください。どうしてもって言うならしょうがないわね。タクトって呼ぶから、私のこともランファって呼んでちょうだい。バニラで結構です、タクトさん。ああ、タクトのやつ。早速女の子を口説きにかかってやがる。しかも、一度に5人。まあ、そういうところもひっくるめてタクトに白羽の矢を立てたんじゃが、予想以上の順応ぶりじゃわい。ルフト先生、タクトを選んだこと本当に後悔してませんか？ノーコメントにしておいてくれ。本当に大丈夫じゃろうか、この先。